どけ、もう用はない。議長がただいまお越しになります。それまでもうしばらくお待ちを、覇王殿。覇王、大丈夫か？エルマイア議長。共和会議議長ウィルフレッド・エルマイエン公爵だ。貴公が覇王殿か。一体目的は何だ？すでに伝えたはずだ。貴公を諸侯と認めふさわしいレムナントを与えろか。バカバカしい。ベイリールのような田舎を治めた程度で何を。共和会議で結論が出るまでしばらく待つよう通告したはずだが。私は新皇帝陛下より信託を授かった。共和会議に許可を得る必要はない。今は新皇帝陛下のお言葉のみで全てが決まる時代ではない。陛下は何を考えておいでなのか。まあよい。レムナントをよこさぬのなら力ずくで奪うだけだ。すでに目的は達した。アークと契約？信じがたい話だ。こいつらが証言する。貴公らは？アスラム四将軍が一人、トルガルと申します。見たのか？はい、覇王殿は確かにアークと契約なされました。バカな。今アークは契約できる状態ではないはず。これではまるでマーシャルではないか。もう良いな。待て。わかった。貴公を諸侯と認める。どうして今何とか。レムナントも与えよう。これでいいだろう。アークは解放してやる。本日の共和会議総会は一時閉会とする。連絡は追って行う。それまで各諸侯は待機を。アスラム公、私が何を言いたいのかはわかるな？ごめん、ダビッド。なんか変なことになっちまった。お前のせいじゃない。それより大使館へ。話はそれからだ。覇王か。一体何者なのかな。ただ者ではないのは確かですな。なんというかこう不思議な雰囲気の持ち主でした。言葉にするのは難しいのですが。新皇帝との関わりも気になりますな。まあこの件は後だ。今はイリーナ城をさらった
アカデミーの連中について話そう。何か分かったのか？ああ。議長はイリーナ城誘拐並びにアスラムへの侵略行為に対しアカデミーの関与を認めた。アカデミーの一部が暴走し禁断の研究に着手したらしい。ワグラムという男が首謀者だ。あいつが？でイリーナはどこに？イリーナ城に関しては議長も把握していないらしい。現在調査中なので報告を待てとのことだ。下手に嗅ぎ回るなということですか？エルマイエン校はアカデミーの最高責任者でもあります。不祥事が公になれば身体にも関わりますし、そう言わざるを得んでしょうな。じゃあ俺たち黙って見ているしかないのか？そうだな、と言いたいところだがな。そんな簡単に済ませるつもりもない。サイクス夫妻の情報を聞き出した。アカデミーの一件を不問にするという条件付きだがな。どうやらアカデミーから別の施設に移されたようだ。明言は避けていたが、エルシオン寺院の奥だ。よし、俺行ってくる。待て、私たちも一緒に行こう。え？お前一人の方が心配だよ。それにこの件にはまだ裏がありそうだ。今のうちにいろいろと確認しておきたい。いいだろ？